騎兵連隊は、騎兵を主とする連隊。機動打撃を行う戦略騎兵として編成されたものと、主に偵察部隊として、不評師団内に編成されたものとがある。国によっては、軽騎兵や槍騎兵などの騎兵の区分に応じた騎兵連隊を編成していた例もある。不評連隊と異なって、大体結節を持たずに、中隊から構成されていることがしばしばある。 第一次世界大戦以降は、騎兵が機械化されていくのに合わせて、騎兵連隊の名称を持ちながらも、戦車連隊や自動車化不評連隊の実質を有する例も見られた。第二次世界大戦後は、廃止が進み、騎兵連隊の名を残している国は、アメリカやイギリス、フランスなどあまり多くはなく、またこれらはあくまで伝統的な理由で、騎兵を冠しているに過ぎない。 騎兵連隊の軍機騎兵第16連隊の軍機。連隊の歴史戦の証として、朝日の旗部分は失われ房さのみとなっている軍機を掲げ進軍する騎兵連隊を描いた八百8 8 8年、大日本帝国陸軍が陳代から師団に組織変更をした際、騎兵の兵力は1個師団あたり1個騎兵大隊というものであり、この時点では騎兵連隊は存在しなかった。 日清戦争後、日露戦争に向けて、徐々に、騎兵の兵力拡充が図られ、師団における騎兵の編成は5個中隊からなる一、個騎兵連隊が標準とされた。日本陸軍では、不評連隊と並んで軍機を持つ連隊であった。また、新たに騎兵を集中的に運用するため、この絵師団と第一師団に、三個の騎兵連隊からなる、騎兵旅団も創設された。 日露戦争終結時までに21個の騎兵連隊が設置され投入された。日露戦争後も第3師団と第8師団にも騎兵連隊を増設して騎兵旅団を編成するなど騎兵戦力の充実を図った。その後、大正期の財政難を乗り越えながら21個の師団に29個の騎兵連隊を設置した。しかし、第一次世界大戦を契機に 日本でも、騎兵戦力の見直しが議論され、1922から1923年の山梨軍宿では、連隊の編成が縮小されて、騎兵両団令下の戦略騎兵では5個中隊から4個中隊、師団騎兵では2個中隊となった。また1925年の4個師団を削減した、宇垣軍宿では、これに伴い騎兵連隊の数も4個連隊削減された。 昭和期に入ると、騎兵連隊に、機関銃中隊を付属させるなど、火力の充実を図る一方、飛行化が図られ、騎兵連隊の多くは、捜索連隊へと改組された。1940年に設置された、騎兵第71連隊及び騎兵第72連隊なども、騎兵連隊の名称は、持つが内容は、自動車化騎兵の連隊である。 騎兵第49連隊のような乗馬編成の騎兵連隊の新設もあったが、一部の手段では、編成は、ほぼ同じながらも、軍旗を持たない、騎兵大隊や、騎兵隊としての編成をとっていた。また、捜索連隊への改編時に、軍旗は返納されたが、騎兵連隊と称している連隊は、編成に関わらず終戦時まで軍旗を有している。なお、 現在のところ世界最後の本格的な騎兵戦闘、騎馬突撃は、1945年に行われた、太平洋戦争下中国戦線の、老下工作戦における、騎兵第四旅団の戦闘であると言われる。同旅団は、日本最後の騎兵旅団である。3月27日に老下工飛行場の、乗馬襲撃、占領に成功し、 世界戦士における騎兵の活躍の最後を飾った。帝国陸軍における騎兵連隊の軍隊符号は K、捜索連隊は SO。対号などは符号に関し 26K などと表記し、また、この E 兵連隊は、この n の G と合わせ GK、騎兵旅団は旅団の B と合わせキロバイトとした。騎兵代隊騎兵連隊の前身である騎兵代隊は、 1888年から1896年にかけて存在した。騎兵連隊、はじめ軍当初の日本陸軍は、不評、騎兵、砲兵を三大陛下とし、三大陛下の連隊には軍旗を侵受する方針であった。まず不評に侵受され、その後方針が変わり、軍旗侵受対象から砲兵が外れ、連隊に拡大された騎兵にのみ侵受された。 市長兵が大隊より連隊に格上げされたのは昭和11年になってからであった戦略機兵。日本陸軍では中隊以上大隊未満のくらいの規模の部隊に隊という名称をよく用いた。例、独立混成旅団砲兵隊、同行兵隊、師団捜索隊、師団戦車隊、等。ありがとうございます。